12月28日松山三越アトリウムコートで年の瀬スペシャルコンサートが開かれました。これは松山三越が去年から年の瀬に開いているもので、今年は12月25日から6日間にわたって高校生の吹奏楽部らが日替わりで登場し、さまざまなライブステージを披露しています。4日目のこの日は松山しとのめ中学高等学校吹奏楽部が舞台に上がり、ドラマ坂の上の雲のメインテーマやジュピターなど4曲を演奏しました。今回準備期間がすごい短かったんですけど、この年の瀬にたくさんの方に来ていただけて、でいい締めくくりが私たちもできたと思うので、すごい楽しくてよかったです。年の瀬スペシャルコンサートは12月30日まで開かれ、愛媛 CATV では29日の伊予高校吹奏楽部のコンサートと最終日の第九演奏会の模様をイベントチャンネルとタウンチャンネル 4K で生放送します。